I have a question for you guys. How much do you know about Kabukicho? Kabukicho is Japan's most colorful and controversial district located in Shinjuku, Tokyo. The area is packed with bars, nightclubs, host and hostess clubs, prostitution, love hotels, and more. Surprisingly, there are homeless children living in district, known as Toyoko Kids. They live right next to the Toho Cinema building in Shinjuku. The name Toyoko Kids comes from To

東横キッズは何か説明してください。東横キッズは歌舞伎町のこの広場でたまってるまあ子供たちみたいなんです。居場所がない人たちが集まる場所みたいな。自分は東横キッズの一員ですか？まあ一員なのかな。友達は何かいたりするんでまあそうなっちゃうのかなって感じですね。すああどうだろう。いやでもまあでも。 うん、分かんない分かんないです、ね、分かんない分かんないです、ねはい、いやなんか違いますねたまにヨがって来るだけです関係はあるっていうまあ知り合いに何,何知り合いも何かずっとここにいる人たちなんでまあそんな感じですどうして東横に来始めました一番最初のなんか理由最初は本当に興味本位で来て、うん、なんか本当になにどういうとこなろんだろうなみたいな感じで探して い、まあ、いろいろ調べた中でまあじゃあちょっと行ってみようみたいな感じで来た感じです確かにト横キッズってみんな知ってますよね日本の人なんかメディアとかがいっぱい出してたりとかな何年ぐらい3年ぐらい前5年さ、はい、一番遅くて3年とかぐらいじゃないですかね<に>学校で友達ができなくてみたいなここうん友達作りたいなって思いできてます 自分はここで歌舞伎町でホストやってたんでそれでその後に辞めてからここを寄ってまあ知り合いでできてきたって感じです帰る家はありますか帰る家はあるっちゃあるんですけど帰ってない状態で今どうしてどうして？してちょっといろいろトラブって家族との、まあ、そうですねまあそれで帰ってないっちゃうんですなるほどこの来てる子たちは帰る家がない子とかもい,いるんですけど 私は帰るお家はある帰るお家がない人たちはどうしてるんですか実際じゃホテルです、ね、ホテル泊まったりひと一つの部屋をみんなでシェアしてるっていうあそうです本当にストリートで寝てる子どもちもいるっすかまあそうですね本当にその時に宿が取れないとかだったらそこで寝ることはまああるんですけど今今冬<笑><笑> もう寒いので多分そういう人たちは本当にいないのかなって感じですドラッグが蔓延してるっていうのは本当ですかそれとも嘘ですかトヨコでいやーまあほんとっちゃほんとですね私はしたことないんですけど聞きますね耳に例えばどういうどういうあーまあ普通に大麻とかまあでもなんか普通に風邪薬いっぱい飲んでる子が多いイメージですけど 私はあんま分かんない市販薬でオーディするのはまあ結構あの薬局とかで買えちゃうのでまあそれでやってる子は結構いますねあタイマー結構あれですねタイマーを売ってるディーラーがいるってことですかじゃあまあ大麻を仕入れてくれる人もいればなんかその黒人の方が黒人が売ってくれたり確かに歌舞伎町に黒人のコミュニティあるっすよね あれそうです、ね、なんかそこで大麻変えたりするっすね。大麻<ー>とかまだいいんですけど、なんか人に迷惑かかるような犯罪をしちゃってる子が結構目についちゃって、例えばなんか窃盗とか、そういうの平気でやる子が多くて、あ<ー>まあそれがちょっと自分はなんか、あんまよくないなっていうのは思いますね、多分。未成年の女性が、あの、売春とかやってるっていうのは本当ですかそれとも嘘ですかいや、本当ですね。 周りにいますか。いますね。いっぱいいますね。おーおー、結構ショッキングです。それは。ああ、でも。それこの辺では当たり前のことなんで。当,に当たり前っていうか。みんな知ってるみたいな感じなんで。あんまり。うん、何も思ったことないです。まあ、お金ないんで、みんな。その方が手っ取り早くお金稼げるみたいな。具体的に。 どういの公園で、ね、は、まあ、普通の、まあ、何か立ってたりしてて、まあ、年配のおじ様とかが来てその女の子たちに交渉してまあそれでまあという流れで、まあ、他には何だろうツイッターとかそういうので連絡取って母女の子側が募集したりとかしてそれで反応してもらってあのそれで。 どこで集合するみたいな話をして、っていうのは聞きますね。ええと、男性はどうやって稼がれてるんですか?。男性はまあ、大体その子からお金もらうしかないですね。大体はもうみんなそんな感じです。女の子がお金を稼いできて。男の子に渡すみたいな、なんだろうな。な,なんで?。いや、なんでって言われても、まあ、付き合ってるって感じの渡してるって人もいれば、本当に男側からしたら。 もう本当にその人はお金としか思ってないみたいなっていうのもあります。警察はどうしてるんですかその,ここの東横だって普通に子供がストリートで寝てたりしたらダメじゃないですか。一応ちゃんとやってる分には仕事をしてるんですけどまあでも警察ができるとこにも限界があるよねみたいな。 警察官って、特に何もしてなくて、な、本当に問題が起きてから。来て、みたいな感じなので。そんなに関与してないのかなっていうのはあります。例えば、どういう問題が、典型的な問題としてありますか。というこで、発生する問題が。発生するとしたら、まあ、喧嘩は、揉めて揉めて、殴り合いとか。まあ、なんか、まあ、飛び降りだったりとか、<り>飛び降りとかだったり。まあ、要は自殺する人がいるってい。はい。まあ、す。ね、では、さい。 まだ昔よりはって感じですけどまあ中にはいたりとかそういう女の子が飛び降りるみたいなツイートを見たみたいなでも私は知り合いじゃないしみたいなやっぱりメンタル的に問題を抱えてる子供とかが多いそうですね多い多いです、ね、自分はどうですか自分自身はメンタルに問題を抱えてると思いますかそれとも全然大丈夫だと思いますかいや抱えてる方かなって普通の人より。 どうううしてそう思いますうーん、なんか割としんどいことはあるし腕切ってるしみたいな腕切ってるあそうあ見せない方がいいかも <laughs> そのその腕を見て親とか家族はなどうしうあー心配しますねそれだけ心配するだけ心配してあのやめてほしいって言われますね友達にもそうですけど親とかにも。 あの観光名所の真ん中にあるっていうのがなんかすごい特殊っすよね。ね観光客とかってなんか驚く行かれたりかしないですか、ね、いや本当にそれはありますなんだろうなこの人たちが珍しいみたいな感じでなんか写真とかそういうのを撮ったりとか<ー>こちら側としては別に普通にいるだけの存在なので別に特別なことでもないので。でも まあ居場所がないからここに来るっていうのは分かるんですけどあんま来ない方がいいとは思いますね <laughs> 人生変わっちゃうっていうのは結構ですねなんか体打ったりっていうのもしないといけないし男もそういうのを強,強要したりするんでまあなんか中学生とかは結構憧れてきちゃったりするんですけどまあよくないあんま来ない方がいいなとは自分は思います、ね、さっきリストカットしてる子見ましたねあまあ結構みんなしてますねみんなしてますホストで働いてたってことなんですけどこれ外国人の方が見てるんですよホストってすごい 日本独特の興味深い文化だと思うんですけど、はい、ホストで具体的にどういう仕事をされてましたまあなんか女の子にシャンパンを下ろしてもらってその対価を得るみたいな感じですねホストって実際稼げる人はやっぱり多いんですかあ結構稼げるですね自分もなんかそこまで有名じゃないんですけどそれでも稼げてたんで全然稼げると思いますどういう問題があると思いますかホスト業界ってまあ色声かけて お金を払ってもらってその売り上げを上げるとか、まあ、お金をもらうっていう感じなんで結構女の子とは揉めたりとかそういう問題があるのは仕方ない感じなんだろうと思いますねなんかこの前見たのはニュースで見たのはなんかホ,ストにホストのことを好きになっちゃった女の子がなんかホストを殺,殺すっちゃうなんかなんかなんか<ー>そういうのはよくある話なんですかやっぱまあ結構あるですねなんかまあ本当はただ払ってそのホストからしたら仕事なんで客なのでまあ見返りないのは当然なんですけど。

please don't do anything please be respectful okay anyway thank you for watching if you like this video click the like button please subscribe to my channel and if you have any questions that you want me to ask people in japan please leave a comment too see you next time